重量つまり当日のお洋服とかにもよりますよね。ヒールが高い、そんなに歩けない、でも電車の中で移動しておいて徐々に徐々に4号車に行っておくみたいな、そういう時、あるいは階段ちょっと裾が乱れる、エスカレーターのあるとこ行きたいよということで、エレベーターの付近だったらベビーカーの方ですよね、